凝ってますね。こことかこことか、いいんじゃないでしょうか。お、またね。よし。なるほど。映すなよ。
っぱ景色いいな。前にカヨと来た時と一緒。ここはさ、カヨの説得に成功してコンビ組んだ、まあ記念の場所。最近記者として自分を見つめ直して、だからまた来ておきたかったんだよ。それでさ、君に話が。ごめん。部長？あの稽古通ったんだ。あんな尖ったのゴーサインか。やるじゃん。部長の協力もあって回答記事の特別企画やってんだ。回答団そのものよりもその存在を生み出した社会の病巣に迫るてなノリのジャーナリズムでね。まさか。そのソースの分析と考察も元にしてるし。上層部は反対だったんだけど、この企画かなり評判良かったんだよね。無視できない販売部数になったし、私と部長の処遇に困ってんだってさ。でその隙をついてさらに追加記事ぶっ込むつもり。ありがとう。売り上げに貢献頼むよ。例の指導の腹心の件もこっそり少しずつ準備を進めてる。必ず真相を暴いてみせるよ。カヨに誓ってね。改めてアンガとね。諦めそうになった時、君が何度も背中を押してくれたんだよ。ここまで来れたの君のおかげね、カイトウ君。あの部長の改心、まんまカイトウ事件と一緒の事象じゃん。しかもあのタイミング、狙ってやれんの君だけっしょ。ララちゃんは怪盗ってより怪獣？あ、やべ、むちゃ怒られる。ここんとこの取材で確信したんだ。怪盗団ってのは本物の義足だって。弱者救済、悪党成敗、全部本気でやってんだよね。社会悪を暴きたいって意味では君と私の目的は一緒だろ。だから君の正体についてはする。社会悪と戦うためにここは共同戦線と行こう。君がいなければ戻れなかったよ。ジャーナリストとしての自分にね。情報操作のタレコミ屋が私の情熱まで操作しちゃってさ。この恩はいつか返させてもらうからね。それでいつか一緒に報告に行こう。カヨに全て終わったよってさ。我は汝、汝は我。汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、悪魔の究極なる非暴に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし。どうする？未成年と楽しめるとこなんてね。遊園地とか、あ、それか。そういうことさらっと言うね君。つうか今そう言おうと思ってたんだよ。料理あんまうまくないけどさ、ごちそう作るし。驚いた顔すんなって。ジャーナリストだってたまには自炊すんの。ゆっくりしたくてさ。君と美味しいもん食べて、甘いもんも食べて、ゴロゴロしてさ。その後そりゃまあ君の自由だよ。行こう。
そういえば、わかりますか？これだ。よろしい。よし、行こうぜ。ここが法廷。自然と身が引き締まってしまう。よく新島さん、こんな厳粛な雰囲気をカジノだなんて思えるよね。あのできる女オーラ満載なのがまことのお姉ちゃん。うん。スカ、この裁判って何やんの？ある議員の政務活動費の使い込み。それ雑誌で見た。愛人と温泉旅行。スカ、議員って金あんだろうによ。使い込みまでして遊びてえのか？不純な動機が見え見えだ。でもこんな言い方ちょっと変だけど、新島さんって私たちの捜査で忙しいんでしょ？こんな裁判なんてやってる暇あるの？捜査指揮拝命前からの裁判らしい。普通なら他の検事に引き継いでもらうけど、紗英さん完璧主義なとこあるからね。てかどうやって新島さんに気づいてもらうの？連絡とかした？メッセージ読んでくれてないみたい。作戦はあるのか？別に。そのうち気づいてくれるでしょう。あれは学生が多いと思ったら明智君に。まこと、そういえば来るってメッセージが届いていたような。今はどうでもいいことね。ほらね。
そろそろ始まる頃だね。よし、新島に我が輩らが裁判所の立ち入りを許されたことが伝わったな。これで拝礼となんちゃらに入れるはずだ。裁判が終わったらパレスに直行するぞ。出てくんなっつの。さあ仕事の時間ね。行きましょう、ジョーカー。到着ね、行きましょう。さて、もう一頑張りね。Down.
宝箱ね。開けてみない？お？お？認知世界の影響が弱い。セーフルームがあるかも。行きましょう。
その辺にセーフルームない？見つけとくと楽になるかも。セーフルームだね。休んでいこうか。うん、じゃあ探索再開ね。正体を見せろ。信用感のなかったりで持っている有利だ。焦るなよ。そこだ。敵だ。さっきの効果嫌え。敵だ。さっきの効果。仕方ないね。お、いいもの来た。ジョーカー、行きましょうか。感じるぞ。正体を見せろ。そういう姿勢と負けたら承知しないからな。私ならうまく塗れると思うな。ガキ。うわー、立ち直っちゃったか。油断禁物だぞ。あげます。このアイテムはノーコメント。さて、余裕すぎて相手にならないな。暇だ。もっと強いの見つけろ。おい、これ。
いただいていく。おう、ゾコ抵抗しないで。任せ、まだ終わらないぞ。全然せよ。ピアモノギーッと。今の感覚を忘れないようにね。先を急ごう。よし。うん、楽な戦闘だったわね。暴いてやる。何です？さて、この程度余裕だもん。宝箱発見ね。ジョーカー、どうするの？正体を見せろ。君も相手なんて。フリース成功。これで負けたら承知しないからな。クイーンさせたらよかったね。みんなお疲れさんだ。よし、試してみる。さて、ちょっと相手になりません。ジョーカー、宝箱があるよ。暴いてやる。何です？暗殺の内心に悪くないよ。無理だ、焦るなよ。やっと奪え。ジョーカー、敵を撃破。さすが敵ドン。さすがジョーカー。食らえ。ノーコメント。さて、感じるぞ。このぐらい楽勝だよ。暴いてやる。何です？やり方が演出ですよ。そうだ、こっちめろ。ペルソナ。クイーン、さすがだ。戦闘終了。探索に戻ろう。先を急ごう。よし。あっという間だな。暇すぎて眠くなる。
正体を見せろ。この勢いで次も勝とう。オッケー、先を急ごう。よし、この程度余裕だもん。正体を見せろ。挨拶もなしに来てる。こっちめろ。そな、そこが。どうか、敵を撃破。さすが。援護射撃は必要か。シャドウを突き刺すには一度。レベルアップだ。うん、余裕だな。顔に書いてあるぞ。どこか。お、おー、宝箱だ。開けよう。発見ね。中身をいただいちゃおう。お？お？あれ？もしかして近くにセーフルームがあるかも。Come on, why don't we spin the wheel? See who it
るな。ペルソナが新技を覚えたみたい。新しい力、これでもっと戦える。セーフルームだね。休んでいこうか。でも、どうだ？行こう。無事到着。さあ、先に進みましょう。書くか。